はあ、今日もいい一日だったな。夕方時は過ごしやすいんですけども、やはり日中は暑いですね。先生の家まで往復1時間、マウンテンバイクを漕いで行くわけですが、結構いい運動になりますね。多分帰る頃には体重も減るでしょう。そして絵の実力もおそらく上がると思いますね。自分に期待しましょう。それでは皆さん、またいつの日かお会いしましょう。私はこれからインドネシア語の勉強をして、そして知らないうちに眠くなったら寝て、また朝を迎えるわけです。さようなら。スラバットマラン。チャオ。バイバイ。